ドンキホーテ海賊団を倒せたのって、マジで奇跡だよな。ドフラミンゴが率いる、ドンキホーテ海賊団であるが、船長の実力だけが目立つ。ワンマン海賊団が多い中、とてつもない実力者を揃えており、新世界の猛者が集まるコロシアムの覇者である、ディアマンテや、作中でも最大レベルの巨体を持つピーカ、すべてを防ぐという、とんでもない武装色を持つベルゴ、見た目よりもめちゃくちゃなん敵のトレイボル、という最高幹部の精鋭以外にも、作中屈指のチート能力である、ホビホビの能力を持つシュガーがいるなど、よく考えるとマジで精鋭ばかりを揃えた、強者集団であることがわかる。ルフたちが勝つことができたのは、ウソップのカリスマ性による、多くのコロシアムの戦士たちの援軍、サボのまさかの助太刀、ベルゴとモネを偶然先に倒していた、その場にいた海軍が、話のわかるフジトラだったなど、本当に数々の偶然が重なったことで勝利することができた奇跡であったのだ。